はいどうも、おもちゃんねるんです。今回はこちらでございます。はいどーん、はいどん、こちら妖怪ウォッチのプラモデル10番オロチでございます。ちょっとだけね、発売予定日よりね、2日ぐらい早く手に入れることできたのかな。確か31日発売で、これ今29日に買ってきたんです。ちなみにお値段の方はこんな感じ、684円でございました。とりあえずパッケージはこんな感じです。これ表ですね。はい、こちら右サイドでございまして、こんな感じで今回も台座ついてます。浮遊感を演出する専用台座が付属で、こんな感じで竜がぐねぐね動くみたいですね。いろんな感じでね、今回も表情シールがいろいろついてて、いろんなバージョンを楽しめるみたいでございます。ギミックもいろいろ入ってるみたいで、こんなね、パペットオロチとか、なんか壺から出てくるね、イディオスネーク竜なんですけどみたいなね、こんな感じでも楽しめるみたいです。はい、こちら反対サイドで、もちろんいつもながら組み立てに特別な道具はいらないのですとウィスパーさんがおっしゃっております。ラインナップ紹介には、私も前回買いましたトゲニャン、そして今回のオロチとなってます。ではお待たせしました、開けちゃいます。テープが4箇所止まってるのよね、めんどくせえ。イラスト、はい、ではオープンザオロツイさん、オロツイさん、おい、来た。はい、ちょっと君たち邪魔やからどいどいてね。中身は包装されてるのが2つと説明書でございます。説明書はいつもと同じような感じでございます。作り方もこんな感じで簡単にまとまっていて、右側にはオロチでね、遊ぶやり方が漫画帳に書いてありまして、この部分を曲げると組み立て方とシールの貼り方がね、一気に見れて作りやすくなります。ではとりあえずこいつら開けましょう。袋の中身はシールが1シート、水色の部品ついてるのが2つ、紫1個に白が1個、で真っ黒いちっちゃいやつとちょっとグレーのやつが1つ、全部でこんな感じです。では今回も説明書を見ながら慎重に作っていきたいと思います。組み立てるのにね、あんま自信のない人は説明書のね、こういったパーツの番号と照らし合わせながらね、ゆっくり組み立てていただいた方がいいと思います。僕のやり方はですね、もう全てのパーツを一気にもう全部外してしまって、この箱に放り込んでゆっくり探しながら組み立てるやり方です。なので本当に組み立ての苦手な方は真似しないでくださいよ。ではバッチバチ外していきますね。ちなみにこれ簡単に外れやすんでね、いつもながら簡単にいけますね。では一気にいきます。はい、すべて部品を取り終わりました。部品の数で言うと多分そんなに多くないと思います。今までのねやつとあんまり変わらないかな、そんな難しくないと思います。はい、では右腕から作っていきたいと思います。続いて左腕、よいしょ、えい、ボディをガチョンと、足を作ります。ガチョンと、足のシールは先に貼った方がいいみたいです。そこから、そこから貼って横も巻きつけね、こう、よいしょ、こうですね、こんな感じ。上の部分もこう慎重にね、きれいに貼ると
よし、完璧。反対も同じように切ります。慎重になるあまり黙ってしまいまんな、これな。よし、おおお、いいね。あー、ちょっとずれたかな。あ、ちょっとずれた、ずれた、針が当たらか。よいしょ、よし、うん、難しいな、難しいな、通り通り難しいな、おい。よし、来た、これ結構結構張ってもらうと、これね、ほんま慎重にやらないと切れますね、この部分ね、細いんで、皆さん慎重に。よいしょ、こう、こうやな。おい、できた。あ、上まで、上もちゃんと張って、よいしょ、ういこっちもこう、オッケー、ちょっとずれたか、まあええや。よし、オッケー。ほんで足をつなぐと、これね。よし、反対も、おりゃ、よいしょ、おい、はい、足できた。あ、これつけるの忘れとった。これを溝にはめ込んで両サイドからピチッと、はい、こんな感じね。続いて顔です。顔はね、組み立てる前に目のシールを選んで貼っておきます。今回もいつもながら、とりあえず標準的なね、この目にしておきます。お目、目、目っていうのはね、本当に命を吹き込むようなものなんでね、慎重に、反対もね、慎重に、慎重に。よいしょ、おっ、いけたかな。よし、まあいいや、OK。 シール貼ったら後ろ髪に顔をつけてから、前髪をつけて挟み込むと。どうだどうだ、どこか、いや、おいしょ、おいしょ、はい、こんな感じ。ちょっと怖いな、顔だけ。てっぺんの髪の毛もつけておきましょう。お、ここは動くよね。はい、こんな感じ。続いて襟周りね。これね、ここの穴のサイズ気をつけて差し込むと。で、もう一つも差し込む。はい、こんな感じね。ここまで来たらね、一旦全部合わせてみましょう。まず腕差し込んで、よいしょ、こうね、上半身と下半身もガチッと、はい、こうで、襟周りをガッチョン、襟周りをうまいこと挟む感じで、顔もガチッと、はい、でけました。ちょっと手のシールを貼ってないのが不細工なので、この段階でちょっと貼っておきます。ちょっとつけたままじゃね、貼りにくそうなので、一回ちょっとせっかくなんですけど外しちゃいますね。手のシールはね、結構複雑なので、ゆっくりと慎重に貼ってください。ね、このカーブの部分をまず、このね、手のひらに当てるとね。で、ここ切れ目をこれね、中に丸め込むようですよな。で、ここをぐにゅっとそっと回して、ここね、このカーブも合わせて、ペタンね、で、ペタンペタンとね。で、ここをグイッと入れ込むと、こうかな、うん、多分大丈夫でしょう。ちょっとまあまあ汚いかな、まあいいや。こんな感じですね、手のシールの貼り方。あまり上手ではちょっとないんですけども、こんな感じでございます。反対の手もね、同じように、手のひらのこのカーブにうまいことシールを合わせてもらって、これ折り込むね、込んでくるんと返して、巻きつけるようにシールを貼っていきましょう。こうですな。あ、ちょっと下手くせえな。貼り直すか。ちょっと巻いていって、まあいいや、こんな感じかな、こんな感じやね。ちょっと失敗かな。まあ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 、後でなんかマジックかなんかで黒く塗りつぶしたら分かるよ。そんなんしたらあかんかね。はい、こんな感じでございます。パッと見分からへんね。はい、はい、上等上等、はい、 OK。 シールが貼れたんで、もっぺん手戻しておきましょう。はい、こう、
頭の髪の毛のここの部分と腰回りのシールもちょっと貼ってなかったんで、ここの段階で貼っておきます。腰回りのシールはね、これはめてからじゃないと貼れませんね。こうね、ピチッと合わせてからじゃないと2つのパーツをね、合わさんとこう貼れません。綺麗に貼りましょう。ここちょっと難しいな。結構細いところ難しいね。後ろの細いとこ難しいよ。慎重にね。僕今ちょっと爪でやってますけど、皆さんなんかピンセットとかあったらそうなんでやった方がいいかもしれませんね。はい、腰の周りのシール、ちょっと頼んでもうた。仕方ない。はい、こんな感じですね。髪の毛のとここのままでもいけんことないんですけども、外して持った方が多分やりやすいんでね、これも組み立てる前に貼った方が良さそうです。細かい位置合わせみたいなのはないんで、適当に巻きつけるように貼ればいいと思います。ただし切れ目が前に出るとかっこ悪いんでね、後ろにね、つなぎ目、切れ目がね、回るようにした方がいいと思います。こうですな。もう一度再セットアップと。はい、こうですね。で、今台座にセットアップしようと思ったんですけども、この状態だとここがね、入らないみたいなので、これもね、顔とね、この襟周りをつける前に、まずこちら後ろ差し込んでおくと。で、この状態で襟周りをね、ここ合わしながら刺すと台座に刺せるね、できるみたいですね。こんな感じでね。で、顔をつけて台座につくと、こういう感じでつきます。で、ここまでできたら続いてね、竜を作っていきましょう。ちなみに竜の胴体部分はどれも部品が似てるので、僕みたいな作り方をすると結構難しいかもしれません。とりあえず穴の開いてるところにこの黒い玉入れていきます。よいしょ、こうかな。これでいいんかな。まあまあこんな感じでね、すべて穴がこう表をね、後で差し込むんでね、表向くようにつけていきます。よいしょ、おい、ジョイント、ラスト、おいっと、ちょっといかんだ。よいしょ、おい。で、各パーツを差し込んでいきます。こうね。そしてこうすると、で、竜の顔ですね、下顎のパーツをここにね、つけて挟み込むように止めると、こうです。はい、こんな感じね。で、ここに顔を差し込みますと。はい、こうです。で、穴を隠すためにこのシールを貼ります。この底のね、ラインを合わして、こうですな。ここを、底のちょっと見えるラインに沿ってこう巻きつけるように貼ると、こうですね。こんな感じを3つ、そこのラインに合わせてカーブを巻きつけるように、こうですね。同じように3つともそこにまっすぐ合わせてボディに巻きつけると。ちょっとへこんじゃった、まあ、いいや。はい、こんな感じでシールも貼れました。竜のね、目のシールがね、3つついてるんですけども、これ結構ポージングを選びそうなので、今はちょっとやめておきます。1体目の竜と全く同じ方法で2体目の竜も作ります。そして最後に竜を背中の穴のところに2個差し込めば、オロチが完成です。はい、ということで、こんな感じでオロチが完成いたしました。よろしいですね。いい感じに出来上がりました。後ろはこんな感じでございます。そしてサイド、そして正面です。竜のね、可動域が結構広いんで、いろんなポージングがね、できそうでね、いいんじゃないでしょうか、これね。今回ね、このオロチ竜で結構ね、遊べるみたいで、お壺のね、パーツがね、ございまして、これね、2つ合わせるだけでね、壺になります。で、この壺に竜が刺さるようになっているので、こんな感じで刺して、なんかね、インドの大道芸人みたいにニョロニョロみたいな感じで遊ぶこともできるみたいです。あともう一つね、竜の顔を外しまして、2個ともね、
ニコトモ竜の顔外しまして、あと竜の顔だけをこの腕に差し込むことができるみたいで、こんな感じでね、両腕に竜を差し込んで可愛らしい目のシールを貼ったら、なんかね、パペットマペットみたいな感じで竜で遊ぶこともできるみたいです。でこの状態でね、あの腕なくしたらあかんので、その時はね、この裏になんとまあ差し込んで収納しておくことができるみたいでございます。ちなみにこの竜をね差し込むパーツ、今上向きにこうピュンって出てますけども、これあの上下逆に刺すこともできるんで、竜が飛び出す方向をこれで変えることもできます。下向きにするとこんな感じね。これはこれでいい感じになると思います。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございます。今回は妖怪ウォッチのプラモデルシリーズ10番のオロチをご紹介させていただきました。今回は標準的なねシールでね楽しませていただいたんですけども、まだまだいろんなね表情とかがねシールで作れるんで、皆さんそれぞれ個性あふれるディスプレイの仕方で楽しんでみてはいかがでしょうか。ということでまたお会いしましょう。ではまた、さようなら、バイバーイ。はい、どうもおもチャンネルのタロちゃんです。やっと風邪が治って声が復活しましたので、一発目声ついてみましょう。じゃんと妖怪ウォッチのトギニャンプラモデルでございます。ナンバーリングは09でございます。今回上新でメーカー希望小売価格800円のところ税込みで691円で買ってまいりました。トギニャンも前回のガブニャン同様、組み立てに特別な動画はいりません。完成したらこんな感じで一部のトゲは稼働するみたいですね。こんな感じでチェンジできるみたいです。ふにゃトゲは差し替えパーツで再現、プラモデルオリジナルパーツやシールでトゲをデコっちゃうということで、地盤のトゲだにゃ、パーツをまとめておける大脱機、そんな感じの今回のトゲニャン。では早速中を開け